しぶり。みんな元気そうだね。今日も一緒に遊ぼうね。あっという間に子供たちに囲まれちゃった。ええ、いつもこんな感じです。よく来てくださるので、子供たちもエマさんに懐いているんですよ。では私たちも輪に入って歌いましょう。うん。はあ、楽しかった。いつもありがとうございます、エマさん。本当に助かってます。それに子供たちと遊ぶのがすごく上手。私なんて慌てちゃって。私は弟や妹たちがたくさんいるから慣れてるだけだよ。慌てちゃってって言うけど、子供たちはみんな歩夢ちゃんと楽しそうに過ごしてたよ。そうだったらいいな。私は楽しかったから。童謡なんて久しぶりで懐かしくて、いろいろ歌っちゃいました。童謡っていいよね。そうだね、え歩夢ちゃん、童謡ライブをやってみない？童謡ライブ？そう、歩夢ちゃんの優しい声を他の子供たちに聞かせてあげたいの。エマさんもよくやっていますよね。でも私、歩夢ちゃんの歌声も童謡に向いてると思うんだ。だから歩夢ちゃん、どうかな？でも、私にできるかな？あなたも？じゃあ、挑戦してみようかな。やったー！私が全部準備するから安心してね、歩夢ちゃん。私も楽しみ。歩夢ちゃんの童謡ライブの準備